皆様、このモンゴルのこの代表を代表しまして、大木先生、西山先生をはじめ、このシンポジウムを開催された主催者の皆様に御礼申し上げます。参加者の皆様にも御礼申し上げます。私の今日の発表ですが、ここに。 表してありますモンゴルの学習者によるフランス語の選択「実用化・異文化理解化」というサブタイトルをつけました。では最初に昨日 VM n 先生からのお話がありましたがモンゴルにおけるフランス語教育の歴史というのを振り返ったときに代、まあ、義として1963年から1971年というふうに、えー、言ってりますそして2013年に私たちはフランス語教育50周年を記念して、えー、祝ったところですそして1990年以降になりますとこれは民主主義がモンゴルにも もたたらされましたですから文化的な変革の時代ですこの時代に私は90年私も学生でしたそして私はフランス語の教師になりました。 この時期がそのモンゴルにおけるフランス語専門家の要請の波ということが言えると思うんですがこれはもちろんベルリンの壁が89年に落ちその後すぐに始まった現象なんですが90年にはソ連が崩壊します。でこのモンゴルは民主主義そして市場経済へと移行していくわけです。この時代にこのモンゴルは 外国語専門家を養成するというニーズが高まりますそしてもうフランスの専門家もそのことなんですそれに例外ではなくモンゴル国立大学や人文科学大学またヨーロッパ言語文化私立学院というものがその拠点になりました そしてこの時のフランス語教育の目的というのはフランス語教師翻訳家通訳そして言語学者または国際関係の専門家を養うということでした国立文部国立大学の場合はフランス語教師言語学者そして国際関係の専門家を養成し、えー、人文科学大学は ランのの翻訳,か通訳といいうのを要請していましてまたこの時のモンゴルの学生学習者の目的というのは文化的なものでした外国語を学ぶということはその文学やその国のブランド商品または文化によって学ぶまたそれを学ぶために外国語を習得するということだったわけですそしてメソドロジーとしてメソドロジー東方としては 翻訳、文法の習得というものは中心でした、えー、昨日の話もありましたが教科書としては文字の G 字文字の教材が、えー、主なものでした そしてその後ピエール・ジーベールの「ボンヌ・ウッド」という、えー、教材がインタクティブ教材として使われ始めます、えー。モンゴルでもたくさんの教材が使われました。そしてモンゴル人のフランス語教師がまたそのフランス語教材を選びまたブイヤメック先生自身もフランス語の教材をモンゴル語で書かれています。えー、1996になると初のフランスムカセーターが モンンゴルに開設されますギーコンターというその当時の文化 a t がの尽力もあって先生教師や学生が夏の研修にフランスに行けるということも実現しまたフランスで開発された教材がモンゴルにもたらされました、えー、この写真でこの時代ですが、えー、この時代にその なぜ外国語を学ぶかということを、えー、アンケートを取った結果を見ますとこれは教育が始まった時点ではこういったアンケートは取らされたことがなかったのですが2003年のアンケートの結果を見ると。えー 学習者の目的の大半はフランスに行くためというものでした、えー、エッフェル塔に登るフランスのビューティーケア商品を使うまたはフランス文学の、えー、名著古典の名著を読むというようなそしてさらには フランス語を勉強してこの愛の言語を学ぶ恋愛のための言語を学ぶというようなことがありましたこういった結果を見ると学習者の目的というのが文化的だったということが分かります。もちろん、 モンゴルの経済としては輸出に依存していましたで、えー、ただこういった状況でも、えー、モンゴル人の学習者は文化的的要因を、えー、優先的に考えてあったわけですでそれから異文化理解というのも、えー、この当時はまだモンゴルには一般的ではありませんでしたがヨーロッパ共通参照学がし 知られるようになりまた、えー、文学や地理というようなそういった観念がもたらされました、えー、ですから教科書の中には文法発音語彙また講読を教えながらもそのそれらの間の連携というものはあまりありませんでしたですから文法を学ぶ良い発音をするというようなことは教わりましたがコミュニケーション能力を高めることにはつながっていませんでした そして、えー、さらに、えー、状況が進展するとこのヨーロッパ共通参照枠に準じた「エコ」というのを「エコ」という教材を2011年から使うようになっています。ということでこれによって。 文法の演習以外にもコミュニケーション能力を高めるととということが目標となりました今日は言葉を学ぶということはただの実用的な道具としてそれを覚え知識を得たり規制の知識を継承するために使うものではなく他者の文化文明を知る仲介だというふうに考えられていると思います。 学習者たちは文化に違いがあるという子を学びそして新しい言葉とともにその言語能力とともに新たなノウハウ新たな実存的な能力態度というものを習得するわけですそれがなすしでは他者との関係はうまく築いていけないわけですインターアクション他者とのインターアクションを可能にするということですですから 外国語を学ぶということは異文化能力をつけるとということを切,り離して切り離しては考えられません。そしてその学習言語を習得するために文法的なものを学びそしてコミュニケーション能力を学ぶということですがコミュニケーション能力というのは文法的に覚えたことを使えるということだけではありません。 他者の,その価値観他者の行動の規範他者の見地といったすべてその文化的他者が持つ文化,文化的文脈をすべて理解するということです。ですからその 言語的例えで,で,で、私はこの私の発表の中で実用的という言葉を使っていますがこれはもちろん学習で獲得した能力の活用をできる実践できるという能力のことです。これはフランス語の交互表現それからか、うん、口頭表現または筆記表現などを含みます。 1970年になりますと、この実用フランス語という言葉が使われるようになります。この実用フランス語は、まずフランス語専攻学生向けに開発されました。で、それが他の専攻の他の専攻を持つ学生にも使われるように適用されるようになりました。私たちは今日文学または 文化的な文学を通して文化的なものを学ぶということだけには限りませんその中には経済的、えー、政治的文化的そしてまた観光というような交流交流の要素が入ってきています現在使用されている外国語というものはこれを学習することでその実用的な目的の中で新しい フィールドを開,けること開くことができますですからこの異文化理解能力それから実践力というのは学習者にとって非常に有益なものであり分けることができません2014年のアンケートを見ると大半つまり80%学習者の80%は学習者の アンケートに答えた、えー、モンゴル学生の80%はフランス語を学習しその後はフランスに留学したいまたはモンゴルに、えー、あるフランスの企業に就職したいまたは別の国のフランス企業に就職したいというふうに希望しています。ですから10年前には文化的な要因が多かったことに対し2010 2014年のアンケートではこの実用的な効果、えー 効果というものが優先されているわけですさてモンゴルというのは90年代に入ってモンゴル市場は開放されましたがこれが外国に完全に開放されるのは2000年を待ちましたこの時期に鉱山開発が始まったのですそれからさてこれスライドのパワーポイントの方がこれにあっ っているのかちょっとわからないんですが、えー、ちょっとどなたか助けてください。えー、今はこの政府要人の訪問とかそういうところに移っています。はいはい、このここのこの次です。ここまで終わりました。政府要人の訪問も両方向的に広がっています。 私の大統領エンク・バイヤーは2007年2月にフランスを訪問しフランス首相のモンゴル首相バイヤーは3月に2009年3月にフランスを訪問しフランス外務省のローン・ファビウス氏は2013年にンモンゴルを訪れました。 議員団の訪問も両方向的で,開発していますですからこのモンゴルの外交政策というのは第三の隣人との関係を発展させるということが目標になっていますフランスはドイツに次ぐヨーロッパ諸国の中でドイツに次ぐモンゴルの輸入先ですそしてあらゆる場面での交流が促進されフランスの 外相ロ,ロ,ロ,ローランファビウスが2013年に訪れモンゴルを訪問し10件の奨学金の給付が決まっていますまた TCF デルフダルフといったフランス語能力テストというものがアリアンスフランセーズとの 教祭で開催されていますそして2013年にはモンゴル国立大学がフランコフォニー大学機構に加盟しましたこのようにフランスのフランス人もモンゴルに来て仕事をするという数も増えていますそして それがこのの年来減少です大学の再編も進みコースや授業などの選択が自由化されましたまた2013年2014年あ失礼2014年2015年度からはダブルディグリーの取得も可能になりました。 さあちょっとパワーポイントの方ではもう私の話に合ってないんですけども結論としましてこのモンゴルの学習者ですがはフランス語の学習においては実用能力というものを優先するということそしてコミュニケーション能力をつけこの書き言葉でも話し言葉でもその能力を開発していくということが最優先されています。 そしてそれがフランスの企業に就職のために就職するために有利になるということです。またこの学会フランス語学習の中で異文化理解の能力というものは切り離して考えることができません。異文化体験というのは異文化理解能力というのは必ずしも語学能力 と、えー、同じではありません、えー、異文化体験というのは学習することではなく自ら体験し実行していくことだと思いますこの意味において、うん、教師はこの異文化理解というものを常に意識しそして学習者にこの多様性でありその、えー 生活の中の多様性というものに対して常に意識を高めるように奨励しなくてはいけないと思います。でその意識を高め、そしてこの異文化体験というものを実践する、それが大事だと思います。